演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はネスレのドルチェグッドバラエティセットの中からいろいろ飲んでいきたいと思います。これはですね、以前ネスカフェドルチェグッドでモチスタバをやったことがあるのですが、それもまた別のバージョンです。こちらはネスレが発表するので、前回のスタバとのコラボ商品。この中に11種類のいろんなカクテルが入っているというわけですね。おー、見てください、色とりどりでどれも気になりますね。中にはアイス商品もあるんですが、アイス商品が出てるかな。これコーヒー、これがドルチェグストのアイス商品で、まあカラオケボックスとかファミレスとかでよくのドリンクバーでよくあるのは氷を自分で入れるタイプなんですよ。なので氷がないとそもそも作れない。こういう常備するようなものでもないからな。頭、熱下がるやつとかはそうですけど、それはちょっと違います。まあそんなことよりじゃなくて、とりあえず飲んでいきましょう。まずはどれかな。まずはこちらのカプチーノ飲んでみたいと思います。ではちょっと入れますね。チャンネル登録よろしくお願いします。入れ終わりました。白い泡がいいですね。家だとこんな泡なかなか見られないですね。では飲んでみます。朝の一杯としては申し分ないと思ったけど、ちょっと弱いかなというよりか、早く飲みたくて布団を上げ忘れる大失態。万年床にしてるわけじゃないですからね。はい、次はチョコチーノ。なんかココアみたいですね。ちょっと混ぜてみましたけど、こちらも白いやつですね。ではココアみたいに、やっぱりココアなのかな。飲んでみます。やっぱりココアっぽいですね。チョコレートとはちょっと違うかな。ピーピーってのは多分飲み物入れた音が入ってるんだろうな。はい、続いては宇治抹茶ラテ。今回はあえて混ぜてません。ちょうどいい感じに緑色ができてますね。では飲んでみます。抹茶は期待通りの美味しさですね。でもちょっと薄いかな。やっぱり入るな、これなんとかしないと。はい、続いてはミルクティー。マシンで飲むミルクティーは初めてですね。ミルクティーは紅茶の中でも本当に一番好きなので楽しみです。飲んでみます。お湯入れすぎたかな。次はもうちょっと薄めにしてみよう。いや、薄めじゃないわ、濃いめにしてみようだ。最初に飲んだカプチーノはかなりミルク感が強めで、まったりとした甘さの中にほんのりコーヒーの香りがあって美味しかったです。ただ苦味はちょっと控えめなので、朝の一杯として考えると物足りないかもしれませんね。で、2つ目に飲んだチョコチーノはやっぱりココアのような感じでしたね。結構甘めのココアで、これもまたちょっとほっと一息つきたいときに良かったですね。まあ、ただチョコチーノというよりも普通にココアって書けばいいような気もします。で、その次のね、宇治抹茶ラテは抹茶の風味をしっかり感じることができました。まろやかさ、またタイプのラテなので、まろやかさとともに宇治抹茶の香りが口の中に広がってきて、とってもいい気持ちになりました。ただこれも苦味はちょっと控えめなので、香りを楽しみたいという方は向かないかもしれないですね。まあこういうマシンでルカプセルで香りを楽しむというのはちょっと難しいのかもしれません。最後に飲んだミルクティーはちょっと自分がお湯を入れすぎたせいがあるのかもしれませんが、ちょっと味が薄かったですね。もちろんお湯を入れすぎたせいで薄くなってしまったという可能性もあるので、次はもうちょっと控えめにしてみようかなとは思います。ただもうちょっと香りの方も欲しかったかなと思いますね。なんて何ミリとかでいてもカップで計量できない、計量カップで入れるわけにいかないので、なかなかそういうわけにいかないです。で、そういうわけなんですが、まだ種類がありますので、こちらもまた後日飲みたいと思います。ちょっとチャポチャポしてきましたので、飲み物でコーヒーで水ぶくれするって本当ありえないからね。というわけで本日はこの辺でしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。